これが未来の交通手段なのか？米国で販売予定の日本企業が開発した空飛ぶバイクに海外が驚愕。東京都港区に本社を持つ株式会社 ALI テクノロジーズは空飛ぶホバーバイクを開発しており、同社のアメリカ法人であるエアウィンズテクノロジーズがアメリカ市場において上場することを予定しているのだそうです。アメリカの市場では空飛ぶ車などを開発するエアモビリティ企業が複数上場しているのですが、日本のエアモビリティ企業がアメリカの市場で上場するのは初めてなのだそうです。代表取締役社長である片野大輔さんは、空中行きから社会の仕組みを変えると意気込んでおり、2023年には米国で空飛ぶホバーバイクの小型版を発売する予定なのだそうです。価格は推定で77万7千ドル、日本円にして現在の約1億1000万円とのことで、海外の方々から注目が集まり、多くのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。海外の反応。空飛ぶジェットスキーだぜ。でもこれバイクじゃないよね。雨の日は傘が必要なのかな。ついにジェットソンが長いこと待っていたよ。これのことですか。私は飛行機が好きだから、将来は空飛ぶ車が一般的になってほしいですね。余談ですが、美観の点では空飛ぶ車、ノットイコール飛行機です。空飛ぶ車は全て自動運転になるでしょうね。同じ意見ですね。公用車などを除けば、ほぼ完全な自動運転でなければ実現できるわけがありません。お金持ちならいち早く手に入れることができるルートで購入できるかもしれませんね。パイロットとしての意見ですが、三次元の移動は自動車のように何千人もの個人が一度に操作することは不可能だということです。たとえ全員が高度な訓練を受けたとしても、事故は多発するでしょう。人間は鳥として進化してきたわけではないので、もともと空を飛ぶのが得意なわけではありません。数メートル以上の高さを飛ぶことは想定していません。空飛ぶバイクというよりは、ホバーバイクのように見えますね。いずれにせよ、とんでもないアイデアであることに変わりはありません。様々な産業やプロジェクトで素晴らしい使い道がありそうですが、ただ道路で見たいとは思いませんね。その通りです。開発者は現在のホバーバイクの用途として、特に交通インフラの未整備な地域、砂漠、湿地帯、地雷原での移動、荒廃した地域や水難事故、山岳事故からの救助などを想定しています。農家や牧場主など、起伏の多い地形で、監視が必要な人に最適でしょう。牛がフェンスを壊していないか、何キロも確認する必要がありますよね。もちろん、ドローンを使うこともできます。しかし、移動しながら積極的に修理したいのであれば、駐車して修理し、次に進めばいいのです。もちろん、
ホバーバイクにはワイヤーや工具を収納するための何らかのストレージシステムが必要です。もうフェンス横の道をボロボロの古いトラックや小さな SUV で行ったり来たりするような不快なゆっくりとした揺れはありませんよ。ファンノイズは通常のロードノイズよりはるかにひどいと思いますよ。実用性が一番大事だと思いますよ。お、わずか77万7千ドルだって、このバッドボーイを買う前に、カジノの強盗をやってのける必要があるようだ。イーロン・マスクが作るとしたら、こんなに高い値段はつけないと思うよ。私はクリスマスに子供たち一人ずつに買ってあげようと思います。バッテリーが切れると、空からどのくらいのスピードで落ちてくるのだろうか。おそらくそれが人生で最も速いスピードを体験することになるだろうが、それを体験できるのは一度だけでしょう。どれくらいの身長かやパラシュートを持っているかにもよりますが、自動運転にすればクソみたいなドライバーと永遠におさらばできる。もちろん値段はいくらか上乗せしなければならないけどね。あと10年、20年経てば我々にも当たり前に使えるようになるかもしれません。寒さへの対応次第では雪や氷の上を滑ることによる事故を減らすことができるかもしれませんね。新しい技術が登場したときは、その価格はいつも桁外れに高い。10年かそこらでもっと優れた空飛ぶバイクが5から10分の1の値段で入手できたとしても、私は驚かないだろう。自動車で起こったことを見てください。また、3次元で飛ぶことは、それほど難しいことではないはずです。様々な高度に配置された、指定された2次元の平面上を飛ぶというシステムが確立されるでしょう。その飛行機には当然、人が乗り降りできるポイントがあり、ドライバーは上や下からの交通を気にする必要がありません。また、ポールや太陽電池で動くドローンを使って、車線を示すこともできます。また、拡張現実を利用して、許可された飛行経路を、バーチャルに定義することも可能です。いいね。これからは、空から金持ちの野郎どもが降ってきて、庭や通りに飛び散るぞ。日本のスタートアップ企業がアメリカ国旗を目立たせてるね。彼らは自分たちのターゲットが誰なのかを知っている。ドローンについてはすでに多くの規則がありますが、これがどのように規制されるのか気になるところです。空港にしか離着陸できないのでは？バイクは飛べない、サドルのついたドローンだ、言ってみただけです。ドローンは無人機です。これはサドル付きのクワッドコプターですから。最高速度 99.8km、最大飛行時間40分、さらに小型の電気飛行機を計画中とのこと。すごいよ。モビルスーツはまだですが、ワッパのスカウトバイクはできましたね。不思議。ただ、今は蚊のいる歯科医院のような音なので、音に工夫が必要ですね。
ファンの羽の形や大きさを工夫することで、多少は騒音を抑えることができますが、高速回転するファンはうるさいですね。それを回避することはできないんじゃないかな。とてもかっこいい。私が生きている間には買えませんが、とてもかっこいいです。これが未来の交通手段なのか？以上になります。やはり値段が高いという意見が、とても多く見受けられましたね。それと、充電の問題や、実際どのようなルールで飛ばすのかなど、いくつかの問題点が指摘されていました。そのあたりはこれから、徐々に問題を埋めていく形になるのだと思いますが、安全性さえ確保できれば、あとはうまく、ことが運ぶと思いますので、楽しい未来になるよう、みんなが手軽に使用できるような未来を願っております。私もぜひ、体験してみたいです。感動日本は随時更新中です。チャンネル登録、鈴マークをクリックしていただくと、いち早く動画を視聴することができますので、ご活用ください。評価をコメント欄にいただけたら本当に嬉しいです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。